ニック・トンプソンは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。ミネソタ州ミネアポリス出身。ミネソタマーシャルアーツアカデミー所属。元ボドグウェルター級王者。高校時代にレスリングを始め、ウィスコンシン大学では、哲学と経済学を専攻する傍ら、レスリングの練習を続けていた。この時期に総合格闘技に初めて触れ、デーブ・ストラッサーや、ロン・フェア・クロスらと練習を始め、 バーなどで試合をこなしていた。卒業後は、ウィスコンシン大学法科大学院に進学、ミネソタマーシャルアーツセンターに練習環境を移し、階級もウェルター級に落とした。2005年6月11日、DOG で、オカミユーシンと対戦し、右肘の脱球で、ギブアップ負け。2007年4月14日、ボドグウェルター級タイトルマッチで、エディアルバレスと対戦し、 パウンドで TKO 価値を収め王座獲得に成功した。2008年3月5日、戦局肌上げ戦々局第一陣で、ファブリシオ・ピット・ブル・モンテーロと対戦し、3から0の判定勝ち。2008年7月26日、エルティックス・ク世界ウェルター級王座決定戦で、ジェイク・シールズと対戦し、フロントチョークで一本負けを喫し王座獲得に失敗した。 2010年8月22日、SRC14 のウェルター級、グランプリシリーズ1回戦で、奥の光天逮捕と対戦し、左フックで小負けを喫した。2011年4月9日、ベラトア初参戦となった、ベラトア40で、ベンアスクレンと対戦し、0から3の判定負け。4連敗となり試合後に引退を表明。 引退後は弁護士の仕事に専念するとのこと、ありがとうございます。